こんにちは皆さん。今日はですね、私 の手作業っていうかね、編み物とか手仕事、ちょっとした手仕事、そういったものを撮影する小さな撮影場ができたもんですから、皆さんにちょっとお披露目したいと思いまして動画にしました。まずね、材料をお知らせするんですけど、これなぜこれにしようかと思ったというと、先日ね、あれしましたでしょう、ライブ、このライブした時にね、これを買ってやったんですよ私。これこういうちょっとこうね、脚立にこれを縛り付けて、それこれが結構自在になるんですよね。でそれが直前にこのネジがバカになっちゃって、でこれをこうステロテープでも貼り付けて、なんとか固定してこれライブしたんですよ。でこれはなんとかしないかんと思って、それで誰かに教えてもらったのかな、ワイヤーネットでやったらどうかなと思って、それでやってみました。それがまたね、なんとも結構ないい作業場になったんですよ。で皆さんにお知らせします。まずね、使った材料からお知らせしますね、参考になるかなと思って。でワイヤーネットの方はダイソー、ほぼダイソーなんですけど、この、62センチ ×40 センチを2枚と、80センチ ×29.5 センチを2枚買いました。でこのブラックの方をこの壁面ってかな、両サイドに立てて、長い方を立てて、それで上の方をこの細長いので固定したっていうふうに。で固定の仕方はこの結束バンド、結束バンドでこのワイヤーとワイヤーをこう引っ掛けて、それでギューって引っ張ってこの先を切っちゃうんですね。これでもうで、しっかりします。それでこれ皆さんやってるんだけど、切っちゃうんですけどね、この先っちょ一度こうしてはめたらもう絶対出てこないの、こっち側には。もう優秀なんですけど、でもう先はもう切っちゃって、もう一回しか使えない。それで解体するときはこれをカッターナイフで切っちゃえばいいんですね。でこの結束バンド、これもダイソーでした。なんと170本入って100円なんですよね。ですから使い放題、もうあちこちに使ってます。いろんなものに、いろんな用途に使っています。次にこのワイヤーネットのスタンド、これはですね、このお見せします。ワイヤーネットのスタンドね、これ2本入って100円でした。これも結構固定してます、これでしっかり。それから次にお見せするのが、ワイヤーネットのホワイトって、これ小さい方のワイヤーネットなんですけど、これはね、この一番上の支えのネット、今これか、ビデオが載ってるこのネットです。これをちょっと釣ってるんですね。こうして釣って、それでこの高さが調整できるようになってるんですよ。もしこの上にも載せれるんですね、カメラとかビデオを上にも載せれるし、ここのもうすごい接写する場合はこれにして、ここで接写する。でこの支援がありますので、これでもっともっと下にも行けるっていうふうに設計しました。それからこれがマガジンラック、カッターボードとか、これマガジンラックです。ワイヤーのこのカゴとかトレーのようなの、これがワイヤーのネットのカゴを3つ買いました。外側にあるんですよ、光がこう遮られないようにしたいもんですから外側にしました。でこれカゴ3つ買いました。それから、これもカゴですね、カゴを全部で3つ買って、で、あ、そうです、そうです。それから、この、ワイヤーネットの専用フック。これがなかなかね、いいんですよ、すごく。これあちこちに使ってます。これがね、16個も入って100円で、
余ってるんですけど、結構でもあちこちで使ってます。こういう風に使ってます。これマステなんですけど、それからこんな飾りにも使ってます。こんな風に使ってます。これもなかなか良かったですね。それからね、これはこれはそうそう、これ工具とかこんな風に使ってます。それからこれは両面テープとかテープ、セロテープとかそういったものに使ってます。これちょっと長さが欲しいものにこのスリムフック、これはすごく良かったです。それからこの磁石、これね、四角い磁石で裏に粘着テープが貼ってるんですけど、これはここに使ってるんですよ。この今の缶の裏、これ缶が力が弱くって、それでひっつかないんですね。ですからこんな風になってます。そして強度を出して、そしてこうして止めてます。あとね、良かったのがこのこれマグネットポケット、これがすごく良かったんですよ。それがこれなんですよ。これね、冷蔵庫とかのなんですが、下にフックもあって、ところがね、こんな細いものないんですよ。ペン立てとか安定しないから。それでこれ下は使えないんですけど、その代わり支えになってます。支えれるようにこう工夫しました。で、これがね、粘着が弱いんですよね。冷蔵庫とかのペタッとしたところにはくっつくんだけど、それで裏に磁石で補強してるんですよ、裏を。で、これもそう、こういう缶類も裏にこう磁石、まあこれでうまくボンドでつけちゃってもいいかなと思ってるんですね。キッチンハサミホルダー、これを2つ買ったんですよ、白と。で、これもね、粘着が弱いんですね。これではすごく弱い、ポロンって落ちちゃうんです。それでこのポケットがあるでしょ、このポケットがあるでしょ、このポケット、このポケットの裏の磁石がすごく強いので、これで支えてます。両サイドで挟んでると、それでもしっかり固定してます。この足の飛び出したところが危ないし、ゴミ入れを引っ掛けてあります。これでここここれ前使ってたのと LED の新しいのとで、こうして両サイドからこう照明が当たるようになってまして、さらにこれは前からある照明。このマットも100円ショップでした。100円じゃなかったけど、テーブルマットで、これ撮影の時は下が白い方がいいので撮っちゃいますけど、下汚れたくないのでこれを引いて、いろいろ自分の作業、撮影じゃない時の作業はしてするようにします。そして右の方がこんな風にこうごまごまとしたもの、これ消しゴム、それからとじ針で、これ、糸通し、これゴム通し、これは網棒、使う網棒は出してあります。で、この先ほどのスリムのやつが、これ鉛筆とか、これ目打ちかマジックとか、そういったもので、上の段がこうマスキングテープ、それからセロテープが入って、それから外側が、下が針山があって、で、上がこれ糸があって、網棒があって、これ糸が入ってます。そしてこうしてこっちが、もう大丈夫ですね。
そしてこれあのコロコロがあって、で照明あって、ほうき、あんまり汚なかったから新しいの買いました。でこれ上から見た感じですね。ですから2段になってるんですよね。ここがこういうふうに2段になってまして、ここにライブとかの時はスマホでここに置けます。でこの高さが調整できるようになってるんです、このチェーンで。で使わない時はこういうふうに、これ頭にこう邪魔になるんですよね、これが。で頭に邪魔になるから、こうして使わない時はこうして向こう側にしちゃえるようにしました。撮影のない時ね。そしてこう左側がこう、この缶ケースがいくつかの、これもやはり後ろ磁石で補強してあって、そしていろいろ工具とかホッチキスとか。でこちらはハサミのコーナーで、先ほどねあの下にハサミの、これハサミケース。外側の方がこうして、これが物差しと鉛筆削りが乗っかってて、これにこのワイヤー、そしてこれがメモ紙、電卓から輪張りケース、それからこれがカッターボード。上から見るとこうなっていますので、これ2段になってますから、この上からも撮影が可能という方がいい場合は、この上からこう撮影ができる、こうあんまりかっこよくないんですけど、こんな風になってるんですよ。ちょっと危ないから、あのテープで補強してます。あんまり開けすぎるとこれ落下しちゃうんですよね、ビデオカメラ。